田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム、皆様覚えていただけましたでしょうか。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さてこのファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。そうなんです。お聞きの皆様にとってもこの番組が皆様の楽しみ、つまりファンですね、そうなっていただけるように頑張っていきたいと思います。少し補足説明させていただきますと、この番組はトレンド研究、独自の流行、ムーブメント分析、マーケティングの処方などについて身近なテーマも盛り込みながら進めてまいります、はい、私佐々木千秋も一応マーケティング初心者代表として皆さんと一緒に勉強していければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、マーケティングイコール難しい、ちょっと難しく聞こえますが、マーケティングというものはですね、基本的に消費者、いわゆるラジオをお聞きの皆様と一緒に作り上げていくものだと思っておりますので、皆様どうか肩の力を抜いて、普段の生活の中で、あ、マーケティングってこういうものなのかなと考えるきっかけにですね、なっていただければいいと思っております。それではですね、まずは矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきたいと思います。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、2011年東京大学大学院理学系研究科をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、海外の輸出入分野に携わられました。その後2013年にファントレ株式会社を創立、海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究し、有料顧客が自然と集まるウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで多業種にわたり約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は会社経営とともに美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界ではその若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そしてこの番組ではですね、なかなかのイケメンであると同時にですね、お忙しい中お二人のお嬢さんの保育園への通園は欠かさないなど、実はイクメンでもいらっしゃることを推していきたいと思っております。はい、いつも素晴らしいご紹介ありがとうございます。このイクメン社長の部分もですね、嘘にならないように、頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。お願いいたします。そして私佐々木千秋は日頃はドラマや映画に出演させていただいております。その他にも現在佐藤製薬様、リゾン様、他 CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれ、そしてこのファントレタイムでレギュラーパーソナリティとして、務めさせていただいておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず初めのコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーはこれからムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づく今後注目されるであろうものについて分かりやすくご紹介いただくコーナーです。早速なんですが、今回ご紹介いただけるのはどういったものなんでしょうか。はい、はい、今日ご紹介するのはですね、はい、インフルエンサーというものについてご紹介したいと思っております。インフルエンサー、はい、私も知ってますよ、はい、それって準備室ですか。はい、そうですね、実はですね、インフルエンサーというものは皆様もよくご存知かなとは思うんですけど、はい、今日ご紹介するのはそのインフルエンサーのことそのものではなくて、はい、インフルエンサーの仕組みの変化、これから起こるインフルエンサーの新しい形ということについて、はい、お話できたらなと思っております。おお、新しい形、はい、興味あります。実はですね、インフルエンサーというものは、はい、どん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 変わってきています。え、そうなんですか。はい、皆様もご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、インフルエンサーさんというものはですね、はい、自分自身がブログを書いていたり、もしくは SNS で人気だったり、する方がですね、はい、何らかの影響力を持っていて、例えばですね、企業がこのインフルエンサーさんにこれをご紹介していただけないでしょうかということで、自分のメディア、ブログとか SNS を使ってですね、はい、それをご紹介してみたりですね、そういった影響力を世の中に対して持っている方々をインフルエンサーさんと呼んでおります。はい、そうですよね。はい、今まではですね、企業がインフルエンサーさんにそういう広告のお願いですね、 PR のお願いをしてきたんですけど、はい、最近それが変わりつつあります。そうなんですか。そうなんです。なぜかというと、はい、やはりですね、
悪質なインフルエンサーといいますか、例えば自分のフォロワー数を偽ったり、いいね数を偽ったり、はい、そういったですね、ちょっとこうまあずるしようじゃないですけど、なんかそういうふうに企業にとってはですね、判断つかないところで、まあ、悪いことを押してしまう方も増えてきたところで、はい、企業も考えました、はい、こうやってずっと外の方にお願いするよりも、自分たちの従業員、もしくはスタッフですね、はい、の方に、影響力を持ってもらって、その方々に紹介を PR をしてもらった方がいいのではないかという流れが生まれてきています。そうなんですか、はい、これが新しいインフルエンサーのあり方で、はい、社内インフルエンサーみたいな形で僕は考えております。なるほど、はい、これはすごくメリットがありまして、はい、通常ですね、広告費をかけて PR をお願いしていたことをですね、はい、社内の社員さんとかスタッフさんにお願いすることで、その方の給料を上げることができる。お、ちょっと嬉しいですね、はい、嬉しいですよね。外に広告費を出すより社内に給料で上げた方が、はい、それはお互い嬉しいでしょうと。でやはりですね、社員さんとかスタッフさんが自社、はい、の商品やサービスを紹介するので、 あまりですね、間違ったこととか、会社にとってこう発信したく内容の PR ではなくて、はい、ちゃんとですね、この商品サービスが分かった PR ができるということで、内容も充実してくるということがあります、はい、さらにはですね、はい、その社員さんスタッフさんが社会社の商品やサービスを紹介して、そこに反応があったり、はい、いいねがあったり、売上が上がったりした時にですね、会社にとっての愛着心とか思い入れがですね、こう高まってくると。確かにそうですね、はい、やっぱりこの会社で働いてよかったなというふうに思っていただけるという点では、社内インフルエンサーいいこと尽くし。確かにそうかもしれませんね、はい、これが一つ目ですね、はい、そしてもう一つですね、はい、これはアンバサダーという。お、聞いたことありますね。聞いたことありますか。はい、はい、会社がですね、自社の商品サービスを使っていただいているファンに対して、まあ、紹介もしくはそのリピートをしてもらったり、口コミをしてもらったりする、こういった手法をですね、アンバサダーマーケティングというのですが、はいはい、最近、会社ではですね、公認アンバサダーに認定をするということをやっている会社さんが多くなってきました。公認アンバサダーですか。はい、はい、皆さんご存知か分かりませんが、はい、トレンド情報を配信しているですね、作っている東京カレンダーさんという、雑誌をですね、はい、販売している会社様があるんですが、はい、最近も公認アンバサダーを募集しまして、で弊社のスタッフもですね、公認アンバサダーに応募して、はいはい、そしたら弊社のスタッフから2人も公認になったと。そうすると嬉しそうに自慢をするんですね。なるほど、公認になりましたと。東京カレンダー面白いんですよと、はい、いうふうに僕はあまり詳しくはなかったんですが、そうやってね、言ってもらうとですね、じゃあ読んでみようかなと。あ、確かにそうなりますもんね、はい、これだけでマーケティングが成り立っているんですね。なるほど、はい、まあ、こういった形でですね、はい、社内のスタッフさんに、はい、まあ、紹介 PR をお願いするような社内インフルエンサー、もしくは商品サービスのファンの方に、公認になってもらって、公認アンバサダーになってもらって、はい、やっていく公認アンバサダーのマーケティングですね、はい、これからさらにですね、これがトレンドになっていくことはきっと起こってくることなんじゃないかなと思います。そうですね、もう本当にいわゆるインフルエンサー一つの言葉にしても、こんなにまた新しいインフルエンサー、そしてアンバサダーという形が出来上がっているんだなということは全然知りませんでしたので、はい、はい、すごく勉強になりました。ありがとうございます。参考になればと思います。はい、ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナー発信のものがですね、今後トレンドになっていけば、まさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。おかし懐かし流行通信のコーナー、続いてのコーナーはおかし懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、はい、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行や世相と比較するプチオンコ知信のコーナーです。はい、
ね、平成も終わりまして、うん、終わりましたね、令和時代が始まり、はい、我々2人はですねいよいよ2世代前の人間になってしまうんですけれども、はい、あ、そうだ、めげずにですね、はい、あえての平成時代振り返り、はい、今回は1992年平成4年の主だった出来事からご紹介させていただきたいと思います、はい、だんだんと私たちの、ね、少年時代少女時代そうですねなってきました。はい、まずは、大相撲で高花田さんが19歳5ヶ月の最年少幕内、はい、最高優勝を飾りました。はい、19歳ですか。19歳ですよ、若いですよね。素晴らしいですね。そして東海道新幹線のぞみの運行が開始されました。はい、はい、もうね、何回も乗っておりますが、ね、この頃から始まったということですね。はい、そしてロック歌手の尾崎豊さんが死去されたのもこの年です。あとはですね、山形新幹線が開業しました。はい、はい、あとは毛利衛さんがスペースシャトルで宇宙飛行されたのもこの年です、はい、あ、そうですね、はい、テレビを見てましたね。そうですよね、はい、そして、ね、100歳を迎えた双子の姉妹金さん銀さんがブームとなりまして、はい、これはですね僕も何回も見ましたね、はい、ね、本当に皆さん記憶に、まあ、新しいと言ったら変ですけど、はい、今もそれくらいの記憶の新しさで残っている、それくらい鮮烈なイメージですよね、うんうんうん、はい、そして公立の小中高等学校で第2土曜日が、休校制となりました、はい、まあ、学校が ね、週休2日制ということで、今はもう当たり前のようにね、週休2日制で、ね、確かに、はい、あの頃土曜日学校行ってましたよね。そうなんですよ、行ってました、牛乳だけ飲んで帰る、本当ですか、私お弁当なしでしたよ。あ、本当ですか。とにかくこう午前中でね、学校が終わってっていう、はい、第2土曜日を楽しみにしてましたね。これが休みなら嬉しくて嬉しくてと思ってましたけど、ね、今はもうそれが当たり前、ね、当たり前ですからね。はい、そして、アルベールビルオリンピックの開催、バルセロナオリンピックの開催が、まあ、この年になります。はい、はい、続いては1992年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話ししていきたいと思います。はい、まあ、我々ちょうどね8歳小学校2年生くらいの年になるんですが、うんうん、そうですね、はい、この1992年の日経ヒット番付なんですが、まあ、横綱から小結からご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、まずテスティモルージュ2、うん、ね、あのこれ金坊さんが出している落ちにくい口紅のことなんですが、はいはいはい、あの今だとねこうティントってなんとなく聞いたことありますか、矢田部さん。ティント、ティントリップって言って、落ちにくいこうグロスというか、はいはいはい、あの韓国 の、ね、ああのメイク用品とかでよく使われているティントというのがあるんですが、はい、あ、もうそんなあの落ちにくい口紅がこの時代からあったということに私は衝撃を受けましたね。あ、そうなんですね、はい、落ちにくい口紅、落ちにくい口紅、うん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 、で次は、長崎オランダ村ハウステンボスです、はいはい、これはですね僕も実は、地域創生で長崎の方に伺った時に、オランダ村にも伺ったんですけど、はい、すごいですよね、もう風車があって、本当にこの頃にできたんですね。そうなんですよね、すごく広い敷地でね、はいはい、で続いて洋服の青山東京銀座店、はい、はい、ね、洋服の青山、今とねなると銀座にいろんなお店がありますけど、はい、やっぱりすごいその都会中の都会に、うん、どちらかというとですね、はい、あのまあ普通の方が行くような青山ができたのが衝撃だったんでしょうね、うん、まあ、そうでしょうね、はい、銀座にチェーン店なんてね、きっとその当時は、うん、えって感じだったんでしょうね、うんうん、続いてもつ鍋、はい、はい、これね一般的にもうどこでも今食べられますが、そうですね、はい、結構もつ鍋食べに行こうっていうのを冬になると、ね、合言葉みたいになったりもしますけどね、はいはい、私なんかは、あ、そうです。すいません、大好きなんですね。ちょっと市場が入りましたね、すいません。で次、J リーグ、はい、実は僕この頃サッカーに、はい、まあ、ちょうどサッカーを始めた頃だったんですけど、あ、そうなんですね、これは衝撃的でしたね、 J リーグ開幕、はい、その時ですね、はい、まあ、今でもサッカー活躍されている三浦和義選手ですね、はい、カズがですね、はい、まあ、やっぱり大ヒーローで、うーん、で J リーグで、まあ、やっぱり大活躍でですね、はい、みんなカズになろう、カズみたいになりたいっていうことでリフティングの練習をすると、あ、懐かしいですね、そうですね、はい、J リーグね本当にこの時代くらいからですもんね。うーん、で
続いては、徳盛牛丼、まあ、吉野家さんの吉野家 D&C の徳盛牛丼なんですが、はい、それまでは、うん、まあ、普通盛り、うん、大盛りという括りしかなかったらしいんですよね。はいはいはい、はい、で、まあ、徳盛牛丼ということで大盛りの上というところで、さらに上がりました、はい、これはね今だともう当たり前のように、そうですね、もう特盛りたくさん食べましたね。僕も食べることが好きなんで、食べ盛りですね、ちょうどね特盛りを食べましたね。で続いてはトイザラス、はい、ね、アメリカの玩具チェーンなんですけれども、うん、ね、このトイザラスって与田部さんよく行かれますか？いや、もうこれはものすごく今よく行きますね。あ、本当ですか？はい、もうトイザラスに行くとですね、やっぱあの大きい、まあ、お店の中でですね、はい、いろんなおもちゃが遊べるということで、うん、もう子どもたちが本当に喜んで、はい、なかなか帰れない一回入ったらもうずっと遊んでますね。うん、だと思います。もう面白いです。大人が行ってもちょっとねテンションが上がるんですけど、面白いですよね。当時ね、カートが大きい、まあ、お店も大きい、カートも大きい、ちょっと外国仕様のね、はい、なかなか斬新だったんでしょうね。これはすごかったんでしょうね、新鮮でね。はい、はい、で次はですね、まあ、前頭のところになるんですけれども、はい、うん、まあ、ストリートファイター2、うん、はい、これはもう本当にゲーム世代といいますか、はい、あの本当にゲームたくさんやってたんですけどね、はい、ストリートファイター2もものすごくやりましたね。そうですよね、私も弟がいたのでやってましたね。あ、はい、やられますか？はい、僕も弟とですね、はい、よくやっていて、まあ、お兄ちゃんだからちょっと僕の方が勝つんですけど、本気でそのまま喧嘩になるんですよねあるあるですね。あるあるで、こっちも負けるとちょっと嫌だし確かにやってましたね。そうですよね。あとはですね、まああの、デカビタ C っていうのが、まあ、栄養ドリンク、うん、はい、今ではもう当たり前にね、はい、ありますけれども、うん、まあ、それまではちょっとオロナミン C しかなかったなんてね、こともちょっと伺いましたけれども、結構でかくて瓶でみたいな、ビタミン C がたくさんみたいな栄養ドリンクだったそうですよ。そうです、皆さん働いてたんでしょうね、これはね。そうでしょうね、これまで。はい、まあ、クレヨンしんちゃんとかね、すごくヒットというか、私たちの中でも結構これはちょっと ね社会現象といいますか、うん、クレヨンしんちゃんの真似をしていいのかみたいな話ありましたよねそうですね、結構、はい、男の子たちでもやってましたけどね。やってましたね。やってましたよ。あれもうあの頃はなんでそんな思うんだろうと思ってですね、はい、今やっぱり娘たちが生まれて、うん、クレヨンしんちゃん大好きなんですよね。あ、やっぱりもう真似すると、はい、やっぱりそんな真似しちゃっていいのかなっていうところはありながらも、親となってみて、親となってみると分かるな、その気持ちと思いながらもですね、クレヨンしんちゃん、本当につい先日、はい、映画がやってましてね、あ、はい、映画、あの隣でテレビでチラ見ですけどね、はい、していたら面白くて、あ、最後まで見切りましたね。面白い。だからこの頃から大人気で今でも面白いという、ね、そうですね。素晴らしいアニメですね。親世代というかね、今のね矢田部さん世代でも面白い、ね、お子さんと一緒に、ね、見られるからいいですよね。そうですね。はい、共通の話題が、ね、できますよね。うん、はい、ということで、まあ、あとは1992年の音楽シングルのトップ10もちょっとご紹介したいなと思います。はい、うん、まあ、まずは、1位から10位なんですけども、サラサラとちょっといきますね、はい、1位がコメコメクラブ君がいるだけで、うん、2位が浜田省吾さん悲しみは雪のように、うん、3位がビーズブローイン、うん、4位大自慢ブラザーズそれが大地、これも聞きました ね聞きましたよね、うん、5位サザンオールスターズ涙のキス、うんうん、名曲ですね。名曲ですね。はい、6位トンネルズガラガラヘビがやってた、小学校で大人気ですね。これは歌いましたね。歌いましたね。で7位牧原紀之さんでもう恋なんてしない、うん、今でもこれはね、ね、イメージですけど、ちょっとなんか冬に聞きたい曲かなと私は思います。なるほど、はい、で8位チャギ&アスカさんでイフ、9位が今井美樹さんでピースオブマイウィッシュ、うん、10位が中島みゆきさんで浅い眠りということで、はい、うん、あの10位以内には入ってないんですけれども、うん、12位にですね、ズーのチューチュートレインがランクインしておりまして、うん、はい、これはですね、はい、もうどちらかというとね、はい、あの最近の曲なのかなと思ってましたけど、うん、この頃からそうなんですよ、実はあったという ね今はエグザイルさんがこう、ね、はい、チューチュートレインというイメージがその強いですよね、はい、これズーさん、ね、ズーさんの曲だったということで ね、はい、ね、本当に1992年、はい、ちょっとずつね
私たちの近くなってきました、ね、はい、近くなってきたので次回もちょっと楽しみですね。そうですね、はい、皆さんもぜひ楽しみにしていてください、はい、以上お菓子の懐かし流行通信のコーナーでした。改めましてこの番組ファントレタイム担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんが経営されていらっしゃるファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな業種の成功例などについてリポートしていただくコーナーです、はい、今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、今日はですね、はい、関西のモデル事務所さんの、ケースについてお話をします。はい、はい、モデル事務所、実はですね、モデル事務所さん、モデルさんを、まあ、抱えていて、はい、モデルの派遣をする、まあ、そういった事業にはなるんですけど、はい、関西モデル事務所と、インターネットで検索をしまして、はい、それで上位に来ると、まあ、たくさんこう依頼を受けることができるというような側面があります。はい、私たちのところに特にところに来た時ですね、はい、ちょうどモデル事務所と関西モデル事務所という検索で、どんどん順位が下がってきてしまいまして、はい、検索順位が、うん、で2位3位というふうに下がっていくとですね、はい、やっぱりなかなか見つけてもらえないで、まあ、依頼が減ってしまったと、はい、そういった時にご相談を受けました。じゃあどうやったら順位を上げてモデル事務所としての依頼を受けられるかというご相談だったんですけど、はい、やっぱり検索の順位を上げるって大事なんですけど、はい、ページ数をたくさん上げていったりですね、うん、あとはそのスマホでも見やすいページにしたり、いろんなところからアクセスを集められる、たくさんの人が訪れるようなホームページにすると上位に上げることができます、はいはい、そこで私たちはですね、はい、モデルさんにですねインスタグラムの、はい、まあ、人気になり方をですねお伝えさせていただきました。はい、そうするとですねやはりモデルさん写真も上手で、どんどん人気な方が出てきてですね、はい、フォロワー数、800人しかいなかった方が1ヶ月後に1万人フォロワーがいて、はい、2ヶ月後に2万5000人にフォロワーが増えたというふうにですね、すごいですね、大人気になりまして、そうすると、はい、そのモデルさんを検索したする人が増えまして、はい、結果的にモデル事務所さんのページサイトにですね、はい、人が集まってくると。へ、はい、そうするとアクセスが集まったホームページは、うん、やはりですね検索側からも評価されていってですね、はい、どんどん検索順位が上がっていきました。はい、はい、それでですね関西モデル事務所という検索で、まあ、上1ページ目のトップページの上の方に上がってきまして、はい、今までですねやっぱりモデルの依頼問い合わせが少なかったのが、はい、ぐんと数が増えることができた、増やすことができましたと。すごいですね、はい、このようにですね、まあ、単純にね検索順位を上げるというとホームページを良くすればいいのかなと思う方もあるかもしれませんが、うん、思っちゃいますね、一個一個いろんなですね、はい、まあ、手法を使っていってで、フックをですねたくさん散らばめていくことでアクセスを集めて、うん、ページの順位を上げることができると。ああ、そういうシステムというか、はい、仕組みになっているんですね。はい、なるほど、すごくこう勉強になったというか、ね、ホームページってどうやって上に来てるんだろうっていう、まあ、素朴な疑問があったので、うん、今ね今日こうやって教えてもらえてすごくあなるほどと納得ができました。ありがとうございます、参考になればと思います。皆さんいかがだったでしょうか。以上こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともエンディングのお時間が迫ってまいりました。このファントレタイム毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さんこれからもお聞きいただきますようお願いいたします。それではですね、ファントレタイムまたお耳にかかりたいと思います。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千明でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。